シャリル・ヤニス・シャプイは、スイスクローテン出身のサッカー選手。スイス系タイ人。ポジションはミッドフィールダー。タイリーグ1、ポート FC 所属。生は、シャピュイとも表記される。父親が、スイス人で、母親が、タイ人のハーフ。2009年の FIFAU-17 ワールドカップでは、全試合に先発し、U-17 スイス代表の優勝に貢献した。 スイスの各年代別代表に選出されていたが、2013年にタイ代表を選択した。2010年2月にグラスホッパー U-18 からグラスホッパー2、2011年1月にトップチームに昇格した。スイス一部リーグで出場機会はなく、2011年7月から2012年6月に、ロカルの同年7月から2013年1月に、 ルガーノにローン移籍した。2013年1月にタイプレミアリーグのブリーラム、ユナイテッドに移籍。同年、タイ国籍を取得した。2014年6月にスパンブリー FC にローンで加入し、翌2015年に完全移籍した。2017年6月17日、4年半契約で、ムアントンユナイテッド FC に移籍。2020年2月7日、 ボード FC に移籍、ありがとうございます。